本線車道とは日本の交通法規における用語。高速道路で通常走行する車線により構成する車道部分のこと。片側に車線以上ある場合は、走行方向に対して一番右側は追い越し車線、それ以外の車線は走行車線と呼ばれている。新名神高速道路の本線車道、高速道路上は本線車道だけでなく全域で、 駐停車禁止である。本線車道、加速車線、減速車線、途半車線やその路側帯、路肩等で故障等によりやむを得ず、駐停車する場合には、法令に基づき停止表示機材等を設置するとともに、可急的速やかに、本線車道等及びその近傍から、故障車両等を移動させなければならない。また、非常点滅等及び発煙等を、直ちに作動させるとともに、 速やかに車外に出て安全な場所に避難するべきである。高速道路は通常、道路の構造上を往復の方向別に分離されており、一方通行であるため逆走は禁止である。また、道路の構造上は往復の方向別に分離されていない暫定に車線など対面通行の車道も本線車道にあたる。本線車道での横断、展開、または交代は禁止である。また、 高速自動車国道の本線車道においては政令に定める最高速度として時速 100km が最低速度として時速 50km が定められている。この規制は本線車道のみに適用され、それ以外の途半車線、加速車線、減速車線には適用されない。ランプ部の道路は通常の本線車道と異なり、より低い最高速度の制限となっており、 本線車道ではない。また、路側帯、路肩等は、車道ではなく本線車道でもない。また、高速自動車国道の本線車道における最高速度、最低速度の規制は、暫定に車線などの対面通行の本線車道においては通常と異なる。詳細は各項目を参照。緊急自動車を除く自動車が他の道路から本線車道に入ろうとする場合には、 優先本線車道を通行する自動車の進行妨害をしてはならないの道路表示。加速車線がある場合にはそこで十分に加速してから本線車道に入る。また、減速車線がある場合にはそこに入って十分に減速しなければならない。これらの加速、減速車線の精霊で定める最高速度は本線車道と同じである。本線車道から出る場合には あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。特に都市高速の場合は右側分離の場合も少なからずあるので特に注意が必要である。急な車線変更は重大な結果を招きかねない。ありがとうございます。